にちは、陳田山崎です。本日はこちらのですね、素敵なカウンターキッチンがございます 2LDK のお部屋の方に来ております。まずこちらちょうど真ん中がですね、リビングのスペースとなっております。幅もですね、奥行きもしっかりとあるリビングになりますので、ダイニングテーブルやソファーなども置いていただける広さのリビングとなっております。また、南向きバルコニーということですね、日当たりも大変良好な、こっちにね、日がずっと入っているようなお部屋になっております。で、窓際にはですね、こちらの室内の、洗濯物の、設備もついておりますので、梅雨の時期、雨の日なども大変重宝する設備がついております。ただ、リビングには一台エアコンもついております。でリビングのすぐ隣にですね、こちら、扉付きのですね、しっかりとした個室があります。こちらはね、南向きに大きな窓がついておりますので、こちらにはこういったですね、収納がついております。高さが、ね、ありますので、物の出し入れもしやすいですね。上の方もしっかりと荷物を置いていただけるようになっております。でキッチンの方に戻りまして、キッチンの前にはこちら、こういった、ね、作り付けの棚がありますので、何か小物を、ね、置いていただくのに重宝しそうですね。また幅もかなりありますので、後ろに、ね、冷蔵庫や食器棚なども置いていただけそうです。キッチンはこちら白いね、綺麗なパネルですね。で収納の方はこちらですね、引き出しも、深いタイプのものがついております。コンロはなんと3口ありまして、グリルもねバッチリついてますので、お料理も大変かかりますね。換気扇もかなり大きなものがついております。キッチンにはこのようなね、おしゃれなダウンライトもねすでについておりますので、お料理ねする時間が大変楽しくなりそうですね。で奥の方にですね、洋室のお部屋が、こちら2つ目のお部屋になっております。こちらもかなりしっかり広さがありますので、大きなベッドなども置いていただけますし、こちらには作り付けのこういった棚がついてますので、こうおしゃれにねディスプレイしていただいたりもできますね。でなんとさらに奥にですね、このようなウォークインクローゼットがついております。ハンドバッグもね2本ついてますので、お洋服、丈の長いコートなどもね、たくさん入れていただけます。もちろん衣装ケース、スーツケースなどもね、余裕で入る大きさになっております。最後、水回りの方なんですけども、ちょっとキッチンの隣にございますね。はい、こちらが大変ワイドな洗面台で、シャンプードレッサーもついております。こちらね、室内の洗濯機置き場がこっちに完備されていまして、こちら音がですね、こちらの物件の見どころ、足が伸ばせる一坪横相当となっております。浴槽もかなりね、ピカピカで奥がしっかり深いですね。で、この木目調のパネルもかっこいいですし、上には浴室乾燥もついてますので、こちらでもね、洗濯物を乾かしていただくことができるようになっております。で、反対側におトイレございまして、こちらですね。もちろんウォシュレットもついております。2階のお部屋ということでですね、こちらの室内階段を下っていただきまして、玄関のスペースという形になっております。しっかりね、独立した専用のスペースとなっておりますので、快適にね、お住まいいただける、そんな物件となっております。2LDK の間取りということで、新婚さん、ファミリーさんに大変おすすめの物件となっております。詳しくは当社のホームページの方でご確認ください。奈良のもてなし、奈良岡の賃貸お席では、皆様の物件探しを全力でサポートいたします。以上でご紹介させていただきました。バイバイ。